高校生一般的には中学を卒業するとほとんどの人が高校生になる一般的には中学を卒業するとほとんどの人が高校生になる一般的には中学を卒業するとほとんどの人が 高校生になる。一般的には中学を卒業するとほとんどの人が高校生になる。工場来年から工場で働く予定だ。来年から工場で働く予定だ。来年から工場で 働く予定だ。来年から工場で働く予定だ。校長、校長先生が素晴らしいスピーチをしてみんな感動した。校長先生が素晴らしいスピーチをしてみんな感動した。校長先生が 素晴らしいスピーチをしてみんな感動した。校長先生が素晴らしいスピーチをしてみんな感動した。交通。日本の公共の交通システムは世界で高い評価を受けている。日本の公共の交通システムは 世界で高い評価を受けている日本の公共の交通システムは世界で高い評価を受けている日本の公共の交通システムは世界で高い評価を受けている行動 学校の行動に全員集められた。学校の行動に全員集められた。学校の行動に全員集められた。学校の行動に全員集められた公務員、公務員になるのが夢だ。公務員になるのが夢だ。 公務員になるのが夢だ。国際。日本も国際化が進んだと言えるだろう。日本も国際化が進んだと言えるだろう。日本も国際化が進んだと言えるだろう。 日本も国際化が進んだと言えるだろう。心あなたの言葉はきっと多くの人の心に響いたことでしょう。あなたの言葉はきっと多くの人の心に響いたことでしょう。あなたの言葉はきっと多くの人の心に響いた ことでしょう。あなたの言葉はきっと多くの人の心に響いたことでしょう。ご主人、ご主人はいつまで会社で働かれていたのですかご主人はいつまで会社で働かれていたのですかご主人はいつまで会社で 働かれていたのですかご主人はいつまで会社で働かれていたのですか故障する家のテレビが故障した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  ご存知、皆さんはテレビのニュースでもご存知かと思いますが、明日台風が来ます。皆さんはテレビのニュースでもご存知かと思いますが、明日台風が来ます。皆さんはテレビのニュースでもご存知かと思いますが、明日 台風が来ます。皆さんはテレビのニュースでもご存知かと思いますが、明日台風が来ます。答えその問題の答えはこれです。その問題の答えはこれです。その問題の答えはこれです。 ごちそう。会社の社長に寿司をごちそうになった。会社の社長に寿司をごちそうになった。会社の社長に寿司をごちそうになった。こと、このことは大変大事です。 このことは大変大事です。このことは大変大事です。こと,戦こと。戦争から75年、あのことを知る人は少ない。 戦争から75年あのことを知る人は少ない。こと、こんなことになってみんな困っている。こんなことになってみんな困っている。こんなことに なって、みんな、困っている。こんなことになって、みんな困っている。こと、今回はどんなことをすればお金がもらえるのかな今回はどんなことをすればお金がもらえるのかな今回は、どんなことをすれば お金がもらえるのかな今回はどんなことをすればお金がもらえるのかな小鳥学校の木にはいつも小鳥がたくさん止まっている学校の木にはいつも小鳥がたくさん止まっている学校の木にはいつも小鳥がたくさん 止まっている。学校の木にはいつも小鳥がたくさん止まっている。この間、この間の台風で会社が休みになった。この間の台風で会社が休みになった。 この間の台風で会社が休みになった。この頃、この頃、自宅でパーティーをする人が増えています。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  細かいこの料理ではまず野菜を細かく切ってくださ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 いゴミ 毎朝ゴミを拾って街をきれいにしている人がいるのは素晴らしいことです。毎朝ゴミを拾って街をきれいにしている人がいるのは素晴らしいことです。毎朝ゴミを拾って街をきれいにしている人がいるのは 素晴らしいことです。毎朝ゴミを拾って街をきれいにしている人がいるのは素晴らしいことです。混む。道がとても混んで困った。道がとても混んで困った。道がとても混んで困った。 米、日本人の食生活にはお米が欠かせません。日本人の食生活にはお米が欠かせません。日本人の食生活にはお米が欠かせません。日本人の食生活にはお米が欠かせませまん。ご覧になる今度の新しい映画は 皆さんもうご覧になりましたか今度の新しい映画は皆さんもうご覧になりましたか今度の新しい映画は皆さんもうご覧になりましたか今度の新しい映画は皆さんもうご覧になりましたかこれから

一人で歩くのは怖い。暗い道を一人で歩くのは怖い。壊す。昨日買ったカメラを10歳の娘はもう壊した。昨日買ったカメラを10歳の娘はもう壊した。昨日買ったカメラを10歳の娘はもう 壊した。昨日買ったカメラを10歳の娘はもう壊した。壊れる。あの壊れた花瓶は父のものです。あの壊れた花瓶は父のものです。あの壊れた花瓶は父のものです。コンサート。 学生みんなでコンサートを行った。学生みんなでコンサートを行った。学生みんなでコンサートを行った。今度、その子は今度は僕の番だと言った。 その子は今度は僕の番だと言った。コンピュータースマートフォンを持つことでコンピューターを持つ必要はなくなってきた。スマートフォンを持つことでコンピューターを持つ必要はなくなってきた。スマートフォンを 持つことで、コンピューターを持つ必要はなくなってきた。スマートフォンを持つことで、コンピューターを持つ必要はなくなってきた。今夜、今夜8時に公園に集まろう。今夜8時に公園に集まろう。今夜8時に 公園に集まろう。今夜8時にに公園に集まろう最近、最近台風が多い気がする。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 最,る最後。 最後に勝つのは私だ。最後に勝つのは私だ。最後後にに勝勝つつののはは私私だ。最後に勝つのは私だ。最最初。最初の試合で負けていてもいいよ。最初の試合で負けていてもいいよ。最初の試合で負けていてもいい いいよ。最初の試合で負けていてもいいよ。坂。急な坂を自転車で下るのは楽しいが危ない。急な坂を自転車で下るのは楽しいが危ない。急な坂を自転車で下るのは楽しいが危ない。 急な坂を自転車で下るのは楽しいが危ない。探す。私は鍵を探した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 。した下がる。何度もお願いをしたた。ら値段がが下っ何度もお願いをしたら値段が下がった。 何度もお願いをしたら値段が下がった。ん、この町はお酒を作るのが盛んな場所だ。この町はお酒を作るのが盛んな場所だ。この町はお酒を作るのが かんな場所だ。この町はお酒を作るのが盛んな場所だ。下げる腰のベルトにつけたリングに鍵をぶら下げていた腰のベルトにつけたリングに鍵をぶら下げていた腰のベルトにつけたリングに鍵を ぶら下げていた。腰のベルトにつけたリングに鍵をぶら下げていた。差し上げる。私は彼に誕生日プレゼントを差し上げた。私は彼に誕生日プレゼントを差し上げた。私は彼に誕生日プレゼントを差し上げた 私は彼に誕生日プレゼントを差し上げた。さっき。さっきまで泣いていた赤ちゃんがもう笑った。さっきまで泣いていた赤ちゃんがもう笑った。さっきまで泣いていた赤ちゃんがもう笑った。さっっきまで泣いていてたた。赤ちゃんがもう笑寂しい。 一人で生活するのは寂しいものだ。一人で生活するのは寂しいものだ。一人で生活するのは寂しいものだ。一人で生活するののは寂しいものだ。サラダ。サラダを二個頼んだ。サラダを二個頼んだ。サラダを二個頼んだ。 サラダを2個頼んだ。騒ぐ。生徒は騒いで先生に怒られた。生徒は騒いで先生に怒られた。生徒は騒いで先生に怒られた。生徒生,た生徒は騒いで先生に怒られた。騒る。検査の第一歩は触ることです。 検査の第一歩は触ることです。検査の第一歩は触ることです。検査の第一歩は触ることです。産業それぞれの産業の今を知ることは政治家にとって大切だ。それぞれの産業の今を知ることは政治家にとって大切だ。それぞれの 産業の今を知ることは政治家にとって大切だ。それぞれの産業の今を知ることは政治家にとって大切だ。サンダル。プールにはサンダルで行くのがいいよね。プールにはサンダルで行くのがいいよね。プールには サンダルで行くのがいいよね。プールにはサンダルで行くのがいいよね。サンドイッチ。日曜日の朝はサンドイッチと決めている。日曜日の朝はサンドイッチと決めている。日曜日曜の朝はサンドイッチと決めている 日日曜日の朝はサンドイッチと決めている。最後まで見てくれてありがとうございます。これからも一緒に勉強してくれる人はぜひチャンネル登録してくださいね。ではまた